皆さん、こんにちは。いつも学校やお仕事などお疲れ様です。今回は大法律令について。大法律令って何？お宝のこと？大法律令という名前は聞いたことはあるけど、詳しくはよくわからない。そう思ったそこのあなた、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきましょう。これまで日本ではたびたび争いが起こったり、様々な国々と衝突していたりしていましたよね。次、いつ争いが起こるかわからないし、日本も早く政治体制を整えなければ。そう考えた天武天皇と持統天皇は681年、律令を定める計画を発表しました。これまで天智天皇の命令によって中富の鎌足が編纂した近江令や天武天皇や持統天皇、そして当時の皇太子であった草壁の王子が編纂した飛鳥清見原令といった法典が作られていましたが、どちらも令のみの制定であり、律は定められていませんでした。しかし、701年、ついに新たな律令が誕生したのです。この新たな律令のことを大法律令と呼びます。大法律令は国の政治的権力をすべて中央に集中させるため、つまり中央集権国家を確立するために作られました。そんな大法律令ですが、一体誰が作ったのでしょうか？大法律令は主に長壁親王と藤原不比等の二人によって編纂されました。長壁親王は天武天皇の王子であり、吉野の盟約を結んだうちの一人として知られています。しかし、草壁の王子のライバルであると捉えられてしまったため、持統天皇から冷遇されていたのだとか。そんな持統天皇が崩御した後、長壁親王は甥である晴臣子の擁立を支持しました。この行動の背景には藤原不比等の入れ知恵があったと考えられています。そんな頭の良かった藤原不比等は中富の鎌足の次男。中富の鎌足が天智天皇と大化の改新を進めていたことで、中富氏は天智天皇側だと考えた天武天皇は中富氏の豪族を朝廷から一掃してしまいます。これにより藤原不比等は有力な後ろ盾を失うのでした。しかし持ち前の頭の良さと文筆に優れていたことや妻の立花の道夫の力添えによって徐々に天皇らに認められるようになりました。藤原不比等の頭が良かった理由は文筆に優れた田辺の不比等大隅の下で幼少期を過ごしたからであると考えられています。そして藤原不比等は長壁親王と共に晴臣子の擁立を支持。結果として697年に晴臣子は文武天皇として即位するのでした。700年、文武天皇は長壁親王と藤原不比等に新たな律令の編纂を命じたのです。彼らが編纂した大法律令は、唐の律令制度を参考にしていることが特徴です。しかし、当時の日本が何かと荒れていたこともあり、日本の実情に合わせて一部の内容が改変されました。こうして、日本独自の律令、大法律令が完成。文武天皇ら朝廷の人々は、中央集権国家の形成を進めていくのでした。では、そんな大法律令には一体どのようなことが書かれていたのでしょうか。続いては大法律令の中身について紹介していきます。大法律令はその名の通り、律と令、2種類の方に分けられています。律とは現在でいう刑法のような法典のことです。例えば、大法律令にはこのような刑罰が記されていました。
鞭打ちの刑である治罪、木製の杖で体を打つ刑である錠罪、監獄に拘禁し牢役に服させる刑である徒罪、遠くの島に追放する刑である流罪、いわゆる死刑である治罪。大法律令においてこの5つの刑罰のことを五刑と呼びました。また大法律令には五刑の他に8つの重罪について記されていました。天皇の殺害のような国家に背くという罪を表す無辺、天皇など位の高い人物の宮殿やお墓を壊すという罪を表す無体逆、または暴体逆、反乱を起こして亡命するという罪を表す謀反、両親や祖父母など目上の親族を殺害するという罪を表す悪逆、複数人を殺害したり毒を所持するという罪を表す不道、天皇や神社に対して無礼な行為を図るという罪を表す大不敬、殺人以外で両親や祖父母を犯すという罪を表す不幸、主君や師匠など目上の人を犯すという罪を表す不義。大法律令においてこの8つの重罪のことを八逆と呼びました。八逆は国家、天皇、尊俗、そして神社に対する重罪を示しており、八逆のいずれかを犯した者はたとえ位の高いものでさえも減免されることはありませんでした。このように律とは刑法のような法典であり、罪や罰について記されていました。さて、大法律令の令にはどのような内容が書かれていたのでしょうか。令とは現在でいう刑法以外にあたる法、民法や行政法などについて記された法典のことです。ここからは大法律令の令に記された中央管制、天皇の周りを固めた組織体制についてお話ししていきます。官人たちは二官八省で構成されていました。まず、二官とは神技官と太政官の二つの最高機関のことです。神技官とは、朝廷の神技や祭祀を司る官司のことです。対して、太政官は律令に基づいて国政を司る官司のことです。中でも太政官は役職が細分化されていることが特徴です。早速、一つずつ確認していきましょう。太政大臣。太政大臣とは、太政官の中で最も位の高い官職のことです。かつて、大友の王子や武市の王子が担当していたように、太政大臣は皇太子や皇太子と同じくらいの立場であった人物が担当していました。もしも太政大臣にふさわしい人物が現れなかった場合、その座を空席にすることもありました。実際、大法律令が制定された当時も太政大臣は欠員のままであったと言われています。このような重臣であったことから、太政大臣はまたの名を側決の官と呼びました。ちなみに太政大臣が具体的にどのような政務を行ったのかは明らかになっていません。左大臣。左大臣は太政官の統括や朝廷内の会議を主催する役割を果たした官職のことです。また、先ほどお話ししたように、太政大臣が欠員であることが多かったため、左大臣が太政官の中でも事実上の最高官職であったと考えられていました。右大臣。左大臣とともに最も位の高い官職であると言われたのは右大臣です。右大臣も太政官の統括等を行いました。
左大臣が置かれていた場合は、左大臣の方が立場が上でした。この時、左大臣を補佐するのが右大臣。ちなみに、太政大臣も左大臣も不在の場合は、右大臣が代わって彼らの政務を遂行しました。大納言。大納言とは、各大臣に次ぐ地位を持った太政官のことです。各大臣と共に政務を行い、万が一、どの大臣も不在であった際は、大納言が代わって大臣の政務を遂行しました。これまでお話ししてきた、太政大臣、左大臣、右大臣、そして大納言。この太政官の最高幹部たちを総称して、九行と呼びます。ここまでは、神技官と太政官、九行についてお話ししてきました。続いては、九行以外の太政官についてお話ししていきます。小納言。小納言とは、事務や官員の管理を担当した官職のことです。ちなみに、官員とは、太政官たちが政務で使う公式の印を指します。左弁官と右弁官。左弁官、右弁官は、発祥を司る監視のことです。彼らは、発祥の監督に加えて、各方面からの書類や命令を伝達するといった書務全般を行いました。また、発祥とは、大宝律令における8つの監視、役所のことを表します。では、ここで、発祥とは、どのような役所で、どういった政務を行ったのかについてお話ししていきます。中塚左相。中塚左相とは、天皇が公に意思を表明する文書、詔勅の作成や宮中の政務を担当した監視のことです。天皇や皇族に近い場で政務を行っていたことから、中塚左相は発祥の中でも最も重要な章であるとされていました。式部省。式部省とは、主に肝心の人事関連を担当した監視のことです。位階を授ける儀式である、叙位を司り、また、役人を育成する機関である大学寮を統括しました。式部省は、中塚左相に次いで、重要な章であるとされていました。事部省。事部省とは、雅楽、大仏、僧侶や天皇陵の監督、諸外国からの施設の接待といった外交業務、そして戸籍関連の管理など幅広い政務を担当しました。民部省。民部省とは、財政や租税に関する政務を担当した監視のことです。戸籍や経帳の管理、財政計画の立案、さらに各国の田畑や道路等の管理も行いました。これまでお話しした4つの省は左弁官が司りました。続いては右弁官が司る4つの省についてお話ししていきます。兵部省。兵部省とは、軍事に関する政務を担当した監視のことです。軍事を任された肝心の人事や武器の管理などを行いました。行部省。行部省とは、司法関連を担当した監視のことです。裁判や刑罰の執行、また監獄の管理を行いました。大蔵省。大蔵省とは、財政関連を担当した監視のことです。朝廷の倉庫である大蔵を管轄し、戦火や宝物の出し入れ、また土糧庫などの幅広い政務を行いました。ただし、租税に関しては、民部省の管轄などで間違えないように注意しましょう。宮内省。宮内省とは、宮中の庶務を行った監視のことです。
左弁官が司る中司省も宮中の政務を行っていますが、宮中の政治に関する業務を行う監視が中司省、宮中の政治に関係のない庶務を行う監視が宮内省です。こちらも間違えやすい内容なので気をつけましょう。ここまでは右弁官が司る4つの省についてお話ししました。最後に中央管制において二官八省とともに置かれた一代五F についてお話ししていきます。あと少しだけ一緒に学んでいきましょう。一代五F の一代とは談笑台のことです。談笑台は官人たちの観察や京の治安維持を目的に設置されました。五F とは大法律令において天皇の身辺警護や京の警備を担当した5つの軍事組織のことを指します。衛門府。衛門府とは、宮城所門の開閉と通行の検察、警備を行った監視のことです。また、衛門府は天皇が外出する際に先駆けて護衛を行う役割も果たしました。衛自府。衛自府とは、諸国の軍団から徴兵した衛自の部隊を管轄した監視のことです。衛自府は左右に分かれており、衛門府と同じように、天皇が外出した際は護衛を行いました。兵衛府。兵衛府とは、衛門府と共に門外を警備し、衛自の監視や夜間の警備を行った監視のことです。兵衛府も、天皇が外出した際は、その前後を護衛しました。他にも、軍事的な政務にあたった官職として挙げられるのは、朝廷が保有していた馬の飼育や調教を行った馬料、武器や儀式で使う道具の管理を担当した兵庫寮や内兵庫。このように、大法律令において、中央の官制は、二官八省一代五 F で構成されていました。この動画では、二官八省一代五 F が、それぞれどういった政務を担当していたかお話ししていきましたが、慣れない漢字が多い上に、内容も混同しやすいので、動画を繰り返し見ながら、一つずつ覚えていきましょう。今回は、大法律令と中央管制についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか？動画の内容が参考になったよという方は、高評価やコメントをしてくださるととても励みになります。また、チャンネル登録と通知登録もよろしくお願いいたします。その他の動画に関しては、概要欄のリンクなどからご覧いただけます。今後も様々な日本史に関する動画を投稿していきますので、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。